こんにちは、ゆうかです。和紙に墨と色で楽しんで自由に描ける墨アートをお伝えしています。今日はその中でも色を紙に定着させるとっても大事な役割の三河というものを作る手順をお伝えしたいと思います。三河っていうのは、糊ですね。和紙にそのままではですね、くっつかないので、三河とですね、水と絵の具をこう混ぜて、絵の具を作ってですね、塗っていくっていう風に、色をつけるやり方なんですけれども、もちろんこれは日本画の技法になります。墨アートでも全然簡単にできますのでお伝えします。でですね、一番これが三千本三河と言いまして、一番ポピュラーな三河です。これ一本ですけど三千本って言います。これを湯煎して溶かすんですけれども、ですね、ボキボキ取ります。いいですか。まずこうボキボキタオルにくるんでですね、ボキッとよいしょ取ります。くるまないと痛いので、よいしょ。で、折るんですけど、分量がありますですね。この三河鍋、これ三河鍋なので、ちょうどですね、私は4分の1ぐらいの長さ入れて、で、これが 100cc ですね。 100cc も入れなくてもいいかな。半カップに4分の1ぐらいを入れます。分量はちゃんと書きますね。これだとちょっと濃いかなと思うんですけど。で、これを湯煎するわけなんですね。で、こうやって溶かしていけばいいんですけど、ちょっと時間がかかるので、もしね、次の日に使うって分かってる場合は、瓶に入れて、水とですね、煮皮を入れてですね、冷蔵庫に入れておくと、朝になってるとふやけててですね、湯煎すればすぐ溶けます。で、大事なことは沸騰させないっていうことですね。これ沸騰させないようにして湯煎します。で、コポコポこれでちょっと溶けるまで待ちます。とっても簡単です。いろんなね、三河の種類があるんですけど、これが三千本三河ですね。で、これ似た頂上三河っていうのがありますね。修復に使ったり、あとですね、ちょっと修理したりするのに使ったりする、とても強い三河があって、これが鹿三河と言います。これは南人鹿三河。いろいろね、あります。こういう。ゼラチン状の、なんていうんですかね、これ、かわいい、なんか美味しそうなんですけど、これ四角の鹿三河ですね。で、これは用途によって、いろいろ使い分けるんですけど、今はあと、ニベニカワっていうすごくね、綺麗なお魚の白いニカワがあるのですけれども、私ちょっと今それ気に入ってて、綺麗な絵を描きたい場合は、それが、ニカワのね、色が出なくていいかなって思います。で、墨アート。の場合は皆さんにこちらをおすすめしてるんですけども、もうこれはですね、溶かさなくていい三河なんですね。このまま水皮絵の具に混ぜていただくといいです。これでできちゃうんです。これは500円ぐらいで画材屋さんに、湯沢屋さんとか街道さんとかだったら売ってるんじゃないかなと思うんですけど、あと通信販売でも結構売ってましたので、意外と手に入ると思います。こういうね、湯煎するのめんどくさい方は、これぜひ使ってください。私もちょっと使ってみたんですけど、ちゃんとくっつきました。ただちょっと防腐剤とかが入ってるかもしれないですね。使える日付が決まってるかもしれないですね。消費期限ですかが決まってるかもしれないですね。ちょっとそれを見てみてください。半年だったかな。
お願いします。あとこれパール三河ですね、粒三河っていうのもあります。こういうのですね。はい、ということで、今日は三河のお話でした。まだ乾きませんけど、溶けません。ありがとうございました。実際に三河を使う時のコツをお伝えします。墨アートの時はですね、とにかく、自分の心の中から湧き出る思いをです、大事にしていただきたいので、そしてスピード感がとても大事だと思います。もちろんこうやって、溶かしていただいた方がいいんですけれども、こっち簡単にできる方を使っていただいて、どんどん自分の心のままに、色を塗っていただきたいと思っています。そして、日本画の場合ですね、3000本のニカワをですね、溶かしたものを使っていただくのがいいと思います。日本画を習うものは最初にですね、ニカワを習うときに最初は濃くです、濃いニカワを使ってどんどん薄くしていくというふうに習います。それはですね、接着力、あと発色ですねの関係なので、ニカワがですね、薄ければ薄いほど発色は良くなりますので、下が画面に近い方が薄くて表面が濃いとバリッと割れてしまうんですね。ですので逆の方がいいんです。和紙に近い方が、接着力の強い濃い、ニカワを使って、で徐々にこう薄くしていって発色をよく仕上げるという方が綺麗に仕上がります。あまりに厚く塗りすぎて亀裂が入ったりした場合は、今度ちょっと鹿三河で修復したりもします。樹脂のね、絵の具と違ってとてもマットに仕上がって、絵の具を塗った後にで乾いてからこうお湯で洗ったりとかっていう風にできるんですね。そういういろんな表現が、可能なのが、三河になります。世界各国で古くから使われている接着剤ですので、使っていきたいなと思っています。職人さんが大体みんな作ってたんですけど、昔からの作り方で作ってるところがだんだん少なくなってですね、多分3000本の三河の方も今はちょっと機械で作っているかと思います。それでも昔から長らくね続いた日本画の技法ですので、これからもですね、ぜひ後世に残したいなと思っています。気軽に使っていただけたらいいなと思っています。ゆうかでした。